パリーグ球団主催のファーム公式戦は28日に2試合が行われた。タマホームスタジアム地後で行われたソフトバンク、オリックスは3対2でオリックスが勝利した。オリックスは1回、内藤法内野手の敵地打で1点を先制。2回には小田優也外野手の1号ソロで追加点を挙げる。同点とされた直後の3回には、 杉沢流外野手に2号ソロが生まれ、勝ち越しに成功した。先発のゴンダル聖投手は4回87球5安打2四球3奪三振2失点でマウンドを降りた。5回は2番手、山岡大輔投手が三者凡退に抑える高騰を披露すると、6回も無失点に抑えた。1点リードのまま迎えた7回の攻撃中に雨で一時中断。 その後、天候の回復が見込めずコーウコールドで試合が終了した。カー3219フィールドで行われた西部日本ハムは6対0で西部が解消。西部は1回、八川直ワ・内野手の敵地打で先制する。4回には野村和樹内野手が敵地打を放つと、続く5回は八川と牧野の昭夜保守の2点敵地打が生まれ、6点のリードを得た。 先発の井上宏樹投手は5回72球3安打5四四球2奪三振無失点で降板した。6回以降は平井勝則投手、中村優太投手、本田圭介投手、山田洋昇投手が無失点で繋いだ。西武は先発全員安打、計13安打6得点をマークした。一本ハムは先発。 根本優風投手が5回80球12安打1死球6失点と打ち込まれ、イースタン5敗目を喫した。